Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum sechsten Teil dieser Legendenquest. Es ist eine lange Legendenquest, aber die ist auch sehr vielseitig und sehr, ja, informativ. Und ja, wir gehen weiter. Dame da. 役に立つ情報は何も聞けなかったよ。 それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。 ここ最近、オルモスコじゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。 一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。 特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。 確か、アフ…なんとか言ったっけ？ アフマルの目だ。実は今日ある情報が手に入った。この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか？オルモス港にはあの者の取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは 学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほどほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はあ、おしまいだ。 これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ？売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、 なんか怪しいことを話し合ってるぞ。今のオイラの聞き間違いじゃないよな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。だってさ、知識って買えるものなのか？どうするんだ？え？でも情報は50万もらうの？ お前本気なのか？うん、わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。好きなのはアクセサリー作りだな。 お二方、いらっしゃいませ。どうぞお座りください。奴らごときがボスに喧嘩を降りてと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっと奴らを真っ先に始末するぜ。もちろん奴らを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回は奴らも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。 カラカル団の奴らなんざ、みんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って、俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだか、スカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのは、こいつらに違いないぞ。 あの裏切り者のマハールッカ・デバータと
その民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレットキング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。パリック、何者だ、旅人。おい待てよ、そんなこと言っちゃダメだろ。さっきあの学生たちも言ってたじゃないか。学生？教令院の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろ。Übergib 50 Mora. Hä? Do you smoli da? Warai! Koizu wa machigatte dashita dake nan da! Oi! Abunai mane suru na yo! Mora wa oshii kedo, ima wa watashi koto shika dekinai yo na. Hora! Kono kami ni kaite aru no ga shounin no ibasho da. Nani ka hoshii mono ga aru nara.War das jetzt 5000 oder 50.000? Ich habe es nicht richtig gelesen.知恵の神の名にふさわしい神だった。だが残念ながら、それって、そう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレット・キング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令院の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。さば、これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が、お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教令院の奴らに話すことはね。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって。おお、アラハイダムスオフンだ。またてめえか、この教令員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせる。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。何度も言ったはずだが、君たちのボスと、こうちのボスも言ったはずだが。確かに前はそう言っていたが、これから言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教令員のや武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは、君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。なんだと。よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの。兄貴、この気狂いが。分かった、てめえが本気で死にてえのなら、1週間後の午後4時、ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。
待て、彼らの50万を返せ。500,000 ist es. お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは食事代だってまだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ。エルマイト旅団のやつ、あいついろいろ知ってるみたいだ。あー、はったん。早く追いかけよう。あ、しょんだ。Auf jeden Fall krasser Auftritt. Richtig bad ass. Chotto, mate! Omae wa Alhaizen te iu no ka? Dou ka shita ka? Iya. Somosomo ore no mokkyou wa aitsura datta. Kimi tachi wa chance wo teikyou shite kureta kara na. Ima wa otagai kashikari nashi da. Sore to, hitotsu chūkoku shite oku ga.あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。それでは。ちょっと待てよ。お前に聞きたいこと。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を。君たちは何者だ。どうしてこのことを知り、学生。あいつらが君と商売をしたのは、君のそのデタラメを信じたからではないよ。神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃ、あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと、おっ、いいだろう。わかった。君たちは、あの物を売っている商人を約束の時間に、桟橋で落ちよう。情報を教えてもらっておいて。君たちは物の正体も知らないのに。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。物は多分教練員と関係があって、エルマイト旅団のやつらが取引をしてるだけじゃなく。君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから、これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。これは缶詰知識という。簡単に言えば、これは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存し、これを自分のアーカーシャ端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセス。誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセス。なんだか基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながら、これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。しかし、たとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはこの100年、教練員から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス校では、だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や教練員、俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引では、その質問に答えるのにはまだ諦めないんだな。Auf jeden Fall ein ganz cooler Typ. Bis jetzt. Sa, Sakki no Hanashi no Tsuzuki o Shio. Kyōrei-in no Nakushita Kanzume Chishiki ni Kansuru Jōhō o Shiritai Nara, Aru Koto ni Kyōryoku Shite Kure. Aru Hito no Tokoro ni Itte Hoshii. Dori という名の旅商人だ。
ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売る。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の感性に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせことがなるまで君たちに。君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。うわぁ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか。うん、確かに君たちは、ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか。おいら元素資格を使って。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、まああくまでも小手先の見分け方だが。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。モラを惜しむ必要はない。ロリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマ教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。先ほども言った通り、あいつらは勘が鋭いから目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった、交渉成立だな。もしアルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってるやつは旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。紙に書いて。こんにちは、どんなものをお探しで。ちょっと待ってよ、お前間違ったよな。紙にはそんなこと書いてなかったぞ。お客さんは独特な好みだな。全然甘く。紙に書いてあるのと同じだな。どうい。ラウナック、このお客さんたちは全然甘く。はいや、お二方こちらへどうぞ。Erstmal das falsche genommen。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ、スメールローズは普通の商品って意味だったよな。見間違いじゃないか。オイラたちがつけてるのは高齢化の方だぞ。おっと、こりゃ失礼。
Man feiert aber auch einen coolen Gang einfach, ne? Ja, Kazuha nicht so, Bennett. Einfach so. Lalala. Ah, Kokumi. Ein bisschen zu elegant. Sprich mit Raunak, ne? Hier ist doch Raunak. Bitte überprüfen Sie die Details. Holzverschmähte Figur. Ist das hier so ein Quick Event oder was?好き勝手やったからこうなっちまったんだろうが。でも昨日はこの試作アランダラを掘り終えたら子供たちも気に入ってくれるはずだ。だってこんなに子供たどうし。うわ、確かに他の人よりも落ち込んでるみたいだな。何があったか聞いてみようぜ。Okay, das gehört jetzt nicht zur Legendenquest, sondern ist quasi so eine Weltquest.いらっしゃるのに気がつかず申し訳ございません。私たちが悩んでいるのは、試作アランナラ。いえ、やはり。Weil die gehört nicht zu der Quest, die wir gerade machen. いや、もっと過激だったかもしれん。こんなのアランナラじゃな。パンジェのおじさんが書いて。そうだよな。この木彫り、心がキャストもある、確かにあんま…おうん、ういいきなりマイナス評価に…子供たちの意見を聞いてきたいかがでしたか長く見ているうちに…さっき…ああ、彼は数十…ところがです…ああ、本当は予定していた結果…ブラブラブラ、ウェイクエスト、ウェイクエスト、ウェイクエスト…パンシェさんがおいし…どうか…本当に急いでるみたいですね。Okay, das ist zumindest der frei, den wir wollen. Hoffentlich. Ja. Jetzt geht's wieder weiter mit der Legendenquest. 今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間、ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。待てよ、そうじゃないだろ。ネズミ。お二方、すまねえが。今の状況だとこの商売こいつオイラたちのことを警戒してるみたいだぞ。おかたかた。お二方、物を取りに行く前、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。ありがとうございます。Ich will auf jeden Fall kontaktieren, meine werten Kunden, es scheint sehr begabt zu sein. Wäre es, wenn es euch Früchte gäbe, die euch schwindelig machen? Am besten macht es nicht nur schwindelig, sondern lässt uns auch die Ohren noch klingeln. So, 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 einfach die dümmste Antwort. Einfach die dümmste Antwort machen und fertig. ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい？それともオルモス港の方法で？あった。お客さんは太っ腹だね。きれ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先で待って。ドーリー kommt auch schon。マハマトラだ。早く逃げろ。何？マハマトラ？どこにいるんだ？奴らに捕まったら大変だ。情報屋の後を行こうぜ。そっちに行ったぞ。
Hier oben ist auch der Teleporter. Mieten wir Dori. Oh Gott, ist die goldig. Dori-san, この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ。人はもう案内したんで、俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって？お前がドリーなのか？てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの？私は怖いよ、でも。あなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。オイラたちを褒めたのか？なんだかモラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちの。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎します。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは、あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは、いいですわよ。おす、わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。おいかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学イデオロギーと弁証法的分析、前提は後で研究している方はわずか350,000とも言えますわ。特別価格、こんな変わった知識が欲しい人、あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築、これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。うん、これな。こっちは200万モラ、値段交渉はしませんわ。うわ、もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。おやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で、本当に100、お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する。なんだと？おいおい、聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識を手に入れられる。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上したんだ。Hey, man hat direkt Geschäftssinn aktiviert. それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいもの、お前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター！
それではお二人ともこちらの缶詰知識の中か。え、待てよ、自由に選べるんじゃないのか。なんでそっちのやつは選べないんだ。あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するものです。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使って。どうだ、それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか。モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。Geld haben wir das bezahlt? どれどれ、スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え、これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役っ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れます。ドリーとの取引は順調だったな。次はリカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これで教令員がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。Das ist auf jeden Fall auch ein cooler Ort hier. Der Hafenstadt. Kitaka. Kimi. Wow. なんだか教令員の人がたくさんいるぞ。なんで町。そもそもウィカラ大将宿は教令員の管理下にある。教令員。お前って。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ。もちろん答えなくてもいい。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。そしたら教令員がなくしたあるものが神と関係してる。それなら君たちの、この間教令員は砂漠である缶詰知識をなくした。おお、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら送信に合う方法も。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑った。どこにあるんだ。それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なの。もちろんオルモス校のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がと最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っている。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だから俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会だが、エルマイト旅団の中には彼らは神の缶詰知識にスカーレットキングの力があると信じている。あいつらがお前と協力してくれないから。そうだ、アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らは。だから俺は彼らの商売を。じゃ、神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。各旅団は品物の安全を守るため、もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなか、情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは神の缶詰知識。うん、そう思ってくれていい。あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する。俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら研究結果を君たちに教える。これが報酬。それでは。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか。だが教令員の人々の。Hey Leute, das war
Der sechste Teil dieser unglaublich langen und sehr informativen Legendenquest. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und wir sehen uns im siebten Teil. Haut rein, ciao, ciao.